小山美子は、吉川英治による日本の小説、または同作を原作とした1937年、制作、公開、坂東つまさぶろ主演、牧野正弘監督による日本の剣劇映画、及び1959年の牧野によるセルフリメイク映画である。小説の書出は、キングでの昭和9年1月号から昭和10年3月号までの連載、後に、 坂東の三男、田村正和が舞台でリメイクした。小山彦は、1932年にあるトラブルから、講談社での執筆を停止した、吉川英治が、2年ぶりに執筆した作品である。同社の、キング氏に1年間連載をして、完結した。17世紀末、江戸と新州を舞台にした小説で、実在の人物である、徳川綱吉や柳沢義康。 花房一長らが登場するのが特徴である。連載完結後、映画監督の牧野正弘が経営する京都の映画会社、牧野東器製作所が映画家権を取得し、同社の久香部が脚本を執筆したが、1937年4月に同社が解散、牧野は同シナリオを携えて、日課入りし、入社第一作として映画化を実現した。小山美子風雲の牧野は、 1937年、制作、公開、坂東つまさぶろ主演、牧野正宏監督による日本の剣劇映画である。牧野東器製作所同年4月に解散した牧野は、同社で企画開発していた、脚本、小山美子を携えて、日活京都撮影所に、一回の社員監督となるべく入社した。入社第一作が本作である。 坂東妻三郎プロダクションを解散し、同撮影所に入社した坂東妻三郎にとっても、同社入社第一作となった。小山美子怒涛の牧は、1937年、制作、公開、坂東妻三郎主演、牧野正弘監督による日本の剣劇映画である。小やまびは、1959年制作、公開、大川橋蔵主演。 牧野正弘監督による日本の剣劇映画である。第二次世界大戦前の牧野正弘名義、坂東妻三郎主演作のセルフリメイクである。舞台は17世紀末、江戸時代の日本、徳川綱吉の時代である。幕府の実権は、大老の柳沢義康が握っていた。稲の国像山に、壇の浦の戦い以来の平家の村があった。 その一族、稲野正玄太が、自らの館に娘を迎え入れた。名は、お品、父を、柳沢義康に殺されたという。義康の目掛け治めの方に、三味線の名器、山彦を所望されたのを断ったのがその理由であった。左玄太ら、兵士の末裔は、柳沢義康宇つ部氏と江戸へ向かった。左玄太らは、将軍綱吉と、 柳沢義康と対決したが、あえなく自滅。左玄太は江戸城の堀に受水した。左玄太も攻め入られて全滅し、山彦も奪われ、お品は江戸に向こう。越子の花草一丁に救われ、左玄太は生きていた。左玄太は一丁の友人、島崎無二斎とそっくりだったため、無二斎は幕府の追手に狙われ、左玄太として自害した。お品と再会。 お品の父の友人は、豪商、木の国や文在門であることを知る。文在門の手引きで、柳沢義康の屋敷で行われている正元太の死を祝う盛大な縁に、正元太は忍び込む。文在門が奉納する宝商流の農舞台の農役者に、正元太は化けたのだ。左元太は、無事に一族の敵を、お品は、父の敵を撃つことができた。国立国会図書館蔵書。 ありがとうございます。